どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ANA ふるさと納税5周年大感謝祭キャンペーンっていうのが来ておりますので、こちらの解説ですね、やっていきたいなと思います。ということで、ふるさと納税ね、皆さん知っておりますかね？もしくはやっておりますかね？私の動画をね、見られている方は、ふるさと納税ね、やっている方がほとんどだと思うんですけども、簡単に紹介すると、自分がね、選んだ自治体にですね、このふるさと納税を行いますよね。で、その額のですね、2000円を超える部分に関してはですね、所得税と住民税からですね、原則として全額ね、控除される制度っていう風になっておりまして、非常にね、お得っていった形になるんですよね。ですので、会社員の方でですね、やってないよっていう方はですね、この機会にね、ぜひ始めてみてほしいなっていうふうに思うんですよね。このね、ふるさと納税のね、注意点っていうのは、年収によってね、この納税できる額っていうのが変わりますので、人それぞれね、年収違うと思いますので、上限がね、人によってバラバラなんですよね。これはですね、ご自身でね、調べていただくっていった形になるわけなんですけども、基本的にね、ふるさと納税のサイト、今回ね ANA のふるさと納税のね話させていただくんですけども、おそらくね ANA のふるさと納税のページでも多分ね計算自体はねできるようになってると思うんですよね。どうやらね公式サイトにはなさそうですね。Google とかでねふるさと納税上限みたいなね感じで検索していただければですね、簡単にね計算式でねちょっと年収打ち込んでもらったらいくらぐらいみたいなのがね出してくれるサイトたくさんあるので、そちらね利用していただければなと思うんですけども、収入によってですね上限がね人それぞれ違うっていう点だけですねチェックしていただいて利用ねしていただきたいなっていうふうに思うんですよね。でですね ANA のキャンペーンのね話に戻しますけども、今回ね ANA のふるさと納税で大感謝祭キャンペーンということで、参加者全員ですね2倍のマイル、またね ANA カードマイルプラスっていうのがあるんですけども、こちらも2倍っていう風になりまして、またね抽選で ANA のね国内航空券などもね当たるキャンペーンっていう風になってるんですよね。でキャンペーンのね公式サイトねこんな感じになっておりまして、 ANA のふるさと納税5周年大感謝祭キャンペーンということで、こちらね期間がですね2021年の11月の17日からですね2022年1月11日13時59分までっていう風になります。でこちらのキャンペーンはエントリー必須っていう風になりますんで、今回ね私の動画ね見ていただいて利用したいよって思った方はですねエントリーね忘れずにしていただければなと思います。で特典のねおさらいなんですけども、こういった感じになっておりまして、参加者全員に2倍のマイル、100円に次1マイルのところが2マイル、さらに ANA カード決済すればカードマイルプラスも2倍マイルということで、200円につきね1マイルのところが2マイルねこちらもらえるっていった形になるんですよね。また抽選でね350名様に ANA の特選商品プレゼントということで、こういった感じのね商品が350名ということで、結構狭き門ではあるんですけれども当たるキャンペーンっていう風になってるんですよね。このね ANA のねキャンペーンで ANA のふるさと納税ということで、これね結構いいねキャンペーンだというふうに思うんですよね。こちらふるさと納税だから、簡単に言うと、納税するのにですねこんだけマイルがもらえるキャンペーンっていうのはねかなりいい方だと思います。仮にですね 1% のね ANA のクレジットカードでこのキャンペーンでね1万円ふるさと納税した場合の還元率なんですけども、特典1で100円につき1マイルのところは2マイルということで、ここ 2% 還元なんで200マイルですね。で特典2の方は 1% 還元っていう風になりますんで、1万円決済してますんで100マイルですね。で 1% のねクレジットカードっていう風になりますんで、カード側でね 1% が貯まるっていう風になりますんで、1万円をねふるさと納税すると400マイルが貯まって、さらにね返礼品までもらえるっていう風になりますんで、かなりねお得なキャンペーンっていう風になりますよね。納税しているっていうか、ふるさと納税をね利用しているのにこんだけマイルが貯まるってすごいですよね。かなりねお得なキャンペーンではないのかなっていうふうに思います。ちょっとね年末ということで、冒頭にも言った通りですね、このふるさと納税っていうのは上限がね決まっておりますんで、もう上限までねもう納税しちゃったよっていう方もねいらっしゃると思うんですけども、まだね枠が残っている方はですね是非ねエントリーしてですね利用ねしていただければなと思います。でですね、この ANA のね、ふるさと納税のキャンペーンなんですけども、それとは別にですね、ANA ではこのキャンペーンですね、マイルゲットラリー2021年末年始大感謝祭マックス2000マイルプレゼントということで、このマイルゲットラリーキャンペーンっていうのも ANA ね、ちょこちょこやってるんですけども、今回ね、一応紹介はさせていただくんですけども、利用予定のある方はですね、おすすめかなっていうふうに思ってまして、このキャンペーン自体はですね、今年ね、何回かやってるんですけども、もらえるマイル結構渋いんですよね。利用額に対してもらえるマイルがね。ということで、あんまりね、紹介してないんですけども、今回ですね、ふるさと納税とね、一緒に合わせられるね、キャンペーンという風になってまして、こういった形でですね、マイル獲得できるんですよね。先ほどの ANA のふるさと納税ですね、1万円2回ね、利用していただくとですね、こういった感じで、まず1番目でステップ1、ステップ2ですね、1万円を2回、ふるさと納税ね、していただくと、合計マイルで、全部で600マイル獲得できますよね。で、またですね、この ANA のね、ふるさと納税以外にですね、5500円以上で、他のね、ANA のサービス、こちら対象サービスが ANA ショッピング、A スタイル、ANA マイレージモール、あとこれ、WOW ってこれ何かちょっと僕わかんないんですけど、この対象サービスからですね、5500円以上ね、利用していただくとですね、こちらのキャンペーンね、対象っていった形になりまして、さらにね、800マイルがもらえるキャンペーンっていう風になってるんですよね。5500円以上ですね、この ANA ショッピングだったり、A スタイルだったりね、ANA マイレージモールで、利用しなきゃいけないので、利用予定がね、ある方であればですね、こちらもね、結構合わせてね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらもね、覚えておいていただければなと思います。で、このマイルゲットラリーキャンペーンの方もですね、公式サイトね、概要欄に載せておきますので、こちらもエントリーが必須なんですよね。ですので、こちらもエントリーね、確実にしてからですね、利用していただければなと思います。でですね、この ANA のふるさと納税っていうのは、ポイントサイトに案件があるんですよね。すごいね、一撃ですごいマイルがもらえるわけではないんですけども、ポイントインカムさんから特別 URL っていうのはですね、私ね、ありがたいことにいただくことができまして、一回経由していただいて、この ANA のふるさと納税ね、利用していただくと、300円分のね、ポイントがもらえる特別URL ね、いただいておりますので、もしね、良ければですね、概要欄に載せておきますので、そちらね、経由していただければですね、1件につき300円ね、もらえるっていう風になりますんで、JQ みずほルートでね、交換していただければ 70% っていう風になりますんで、これ1回利用していただくと、210ANA マイルがね、獲得することができるっていう風になりますんで、ぜひね、利用してみていただければなと思います。またね、ポイントサイト、ハピタスをね、メインで利用されている方は、ちょっと50円下がるんですけど、ハピタスさんにも案件あるっていう風になりますんで、そちらもね、お好みでね、選んで利用していただければなと思います。またですね、ANA のふるさと納税のこのポイントサイトの案件なんですけども、1回先ほど言ったのが300円とか250円なんですけども、パーセンテージの案件もあるんですよね。ポイントインカムであれば 1.5% だったり、ハピタスだったら 1.6% ということで、こちらもですね、納税額が多いとですね、1回300円より 1.5% とか 1.6% の方がもらえるポイントがね、多くなったりもしますので、ここはね、納税額によって変わるわけなんですけども、こちらはね、チョイスしていただいてですね、利用していただければなと思います。どちらのポイントサイトでも ANA のふるさと納税でね、検索していただければ、こちらの案件ね、出てくるっていう風になりますんで、冒頭に言ったね、特別 URL の案件ですね、ポイントインカムの、それだけですね、概要欄の方から行かないとね、300円分取れないっていう風になりますんで、ここだけね、注意していただければなと思います。ということで、今回ですね、ANA のふるさと納税5周年大感謝祭キャンペーンということで、ANA のね、このキャンペーンにしてはね、かなりいいキャンペーンっていう風になりますんで、ふるさと納税の枠、残ってる方はですね、ぜひね、利用していただきたいなっていう風に思います。でですね、毎月29日はですね、ANA の感謝の日ということで、今月もですね、この ANA の感謝の日ね、行われるっていう風になっておりまして、29日限定でですね、特別限定商品みたいなのが、この ANA の感謝の日で出るんですよね。で、その中に ANA のふるさと納税もありますので、もしね、利用されるのであればですね、この動画がね、出ているのが、多分11月の27日にね、なるかなという風に思いますので、その2日後にですね、ですね、ANA の感謝の日ね、行われて、こういった感じでですね、1万円のセットであれば、こちら限定500個、特別内容量ということで、こちら5種類のところが7種類とかね、またね、鹿児島産のリブロースステーキとかもね、こちら1万円の寄付で限定500個でね、出てるっていう風になりますんで、まあこういった感じでですね、ANA 感謝の日のね、公式サイトも載せておきますので、こちらがね、利用したいっていう方はですね、29日ね、狙って利用した方が、まあお得になるかなっていう風に思いますので、こちらもね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。ということで、今回のはね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、Twitter もやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA 周り、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンバーホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。